こんな画面からこんにちは。というわけでクラウドです。バージョン 11.15047J の、本体です。はい。まあ、これを一回見てもらったということで、はい。昨日ですね、昨日8月30日、2022年8月30日に、なんと 3DS の、本体更新が来たということで、約1年ぶりということで、前回が2021年7月27で、前々回が、11月17日で、8ヶ月前くらいですね。はい。出てきました、このシリーズですね。はい。そう、前回もちゃんと、てか、このね、本体更新が来たら、チーターがいなくなったんじゃないか、みたいな、そういうね、動画を撮ってるんでね、ちょっと1日遅れちゃいましたけどね、はい、流行に、ちょっと添えず申し訳ないですけど、ちょっと、ね、いろいろやることがあったんで、ちょっとできなかったんですけど、はい、やっていこうと思います。はい、というわけで、今、ね、見れてると思いますけど、アップデートしなくても世界戦に入れるっていう時点でもう、別に関係ないということなんですよね。その時点で、チーターはいるっていうことなんですけど、まあちょっと今、今日は何時か言ってなかったけど、昼ですね、1時50分なんで。で、もう夏休みとか終わって、まあ、2とか大学生か社会人しかいないような、そんな感じになってるかな。あ、でも小学生くらいなら、小1くらいなら帰ってそうだな。うん、てか、最近はあれか。コロナの影響で自宅療養じゃねえや。自宅待機、自宅で勉強してんのか。なんて言うっけ、わかんねえや。うん、まあ、そういうわけで、今日の目的としては、まず、アップデをしないまま世界戦に入って、で、アップデしてから、まあ、世界戦に入って、まあ、合計2レースやれればいいかなっていうことですね。はい。まあ、僕は使いがっつった。あ、人がいないかもしれない。僕が伝えなかったことは、アップデートしなくてもそもそもゲームができるよっていう、インターネット対戦ができるよってことなんですよね。これって多分ね、そもそもマリオカート7の更新が1回だけだったんですよね。その時は絶対に更新しないとできなかった思い出があるんですけど、多分それ以降、てか本体更新では影響がないんじゃないかなっていう、そんな感じに思いますね。多分本体更新しなくても、できたんじゃないかな、と思ってるんですけど、どうでしょうか、わかんない。まあでも、インターネット使う系では、必要だったのかな。いつからだ。まあ、Nintendo 3DS シリーズの、その、アップデ更新履歴みたいなのがあるんですけど、Nintendo のサイトじゃなくて、Wiki で見た方がわかりやすいんですけど、このシステムの安定性や利便性が向上されるになった頃にはもうね、アップでもあんま意味なかったんじゃないかなって思いますね。何やったんか気になるけどね。どこでそればっかりになってるかな。あ、2015年3月24日で、アミーボとか、ホームメニューの機能追加、テーマショップ、テーマショップここからなんだ。あ、違う、利便性を向上か。でもまだ、その前からあったってことか。ここが最後だったね。ここで、ちょっといろいろ書かれてて、で、2015年4月21日以降は、まあ、システムの安定性や利便性が向上されるしかないねっていう感じ。2015年、7年前。これマリオカート7の伏線か。なるほどな。てか、どんな部屋かちゃんと見てなかった。なるほどね。そういうことか。そういう感じに書けてきたか。そう言われてるのが、これが 3DS 最後の本体更新かなっていうのを言われてますね。はい、チーターいますね。まあ、逆にこういう動画でチーターいなかったら寂しいからいいわ。なんか、前回の動画はちょっとサムネ持ってたけど、もう最近はサムネ作ってないんでね、別に変わんないんで、はい、ちゃんとした動画撮るときは作ると思うけど、もうどうでもいいんでね。まあでも明日9月入るし、まあ、9月といえばマリオカート7みたいな動画撮るだろうから、多分明日もやるんかな。4にしようかなって言ったらあれだな、妨害さ、見てるか任天堂、これが現実。あ、チーター、君もチーターだったか。
何がしたいかよくわかんないですね。で、部屋がなくてまた同じ部屋に入るっていうオチかな、わかんないや。今何レス、何、あ、5分くらいか。今日の動画も15分くらいになりそうかな。サムネはここになるかもしれないですね。で、最後特有の、なんか、ずっと止まってるやつでも、ね、なんか、レースが終了したらちょっと走るっていうね、ちょっとよくわかんないやつですね。なんか言われてんのかな、他に。ありがとうってみんな言ってるわ、システムバージョン更新に。11.16.04。これ、どういう意味があるんだろうね。まあ、もうわかんないや。シチュー作ってもらおう、プレイヤーにね。いい部屋かと思いきや、普通にゴミ部屋ということで。まあ、次更新しに行きましょう。みんなで一緒に 3DS の本体更新でも見ようぜ。俺も、だって1年前でしょ ?1 年前に見てからそっから見てないってことは、マジで久しぶりじゃん。まあ、一緒に見て何が楽しいんだって。ありそうな気がするけど。ねえ、おバカよ。そこはもうキノピオサーキットでいいんだけどな。さあ、ちゃんと。そんなレート高い部屋ではなかったから勝ちたいところではあるけど、チーターによるか。チーターにキャリーされたら勝てるっていう、そういうゲームかな。これアウト行ってアイテム取った方が良かったね。ありがとう、吸ってくれて。ああ、そっか。順位がぐちゃぐちゃになってるのはあれだね。あとは、いやー、当たるかそれ。やりねえな。すいません。え？ちょっとごめん。ちゃんと繋がってなかったかもしれない。びっくりした。音が。え？ちょっと待って。え？これちゃんと音入ってるよね。なんでこんな感じになってるの？ちょっとこれはやっとこう。俺はもうね、1位無理だな。1位ちゃんと走れる子だな。俺が下手すぎるわ。まあ、結局、レートわかんないってことですよね。レートは飾りなんすよ。ちょっと、まあいいや。もう一回レースするから、その時に頑張ろう。にしてもちょっとね、オートバグがびっくりしたわ。そんなチーターが、物理的にそんなね、バグらせてくるような、そんなことはできないはずなんだけど、ちょっとビビった。でもそんな、でもチーター怖い領域にいるけどね、普通にね。これ3位くらい狙いたいでいいや。まあ久しぶりにやるし、ミラーだしいいでしょ。チーターと一緒に走ろう。ちょっと総力で追いつきてえな、こいつ。いや無理か。追いつけるのそれで。いやー、これボム置きたかったけどな。まあ、目くらましで置いとくか。ちょっとなんか今、なんか赤コーラ投げたよね、懐から。あ、それやめよう。あ、やべえやべえ、妨害されるこれ。あ、ほんとに。いや、ここでスタートしないと意味ないですよね。ウィニングもかまされると。ウィニングだったのかな。あ、違うわ。ヘイホーじゃねえや。ジュゲームが投げたやつだったわ。はい、ということでしたと。もう一回、もう一回っていうか、アップでしに行って部屋に入ってみましょう。部屋に入ってるって、違う部屋に入れたらいいけどね。あ、てか充電ねえからあれだな。充電しとかないとダメだわ。まあ、そんな感じで言いたいことは言えたかな。まあ、更新が来ても、まあ、マリオカート7自体の更新が来ないと意味ないってことですよね。まあ、来るわけないんですけどね。本体更新しましょう。一瞬で終わるでしょ。
ああ、もうこの本体更新の音もこれで最後かな。てか、大丈夫かな。あ、いや、なんでさっき音が変な感じになったんだろうな。なんて言うんだ？ 3DS 本体から普通は聞けないんですよ。ちょっとちゃんと PC で音取ってるからね。なのになんか音漏れしちゃったんだよね。いや、音漏れでもないんだよな。本体からも聞こえて、PC からも聞こえたっていう意味わからん。これまでにない状況だったんだよな。まあそういうのも。いや、ないけどな。いや、ただのバグだと信じたい。チーターがそんな、ね、俺の 機材までハッキングするような、そんな怖い時代になってほしくないからね。さあ、もう一回本体更新のところを見に行って、2000、じゃあ、11.160の48になってるか見に行きましょうか。あ、なってるね。OK です。ありがとう。本体更新ありがとう、任天堂。というわけで、もう一回見に行ってみましょうということで。やべえ、20分くらいの動画になりそう。でも、僕は、マリオカート7の本来の姿を皆さんにお届けしたいので、動画カットとか全くなしでやってますんで、その代わりに、ちゃんと、毎秒喋れるよう、クソみたいなトークでつなげていくんで、でももう僕はトークできることないんですよね。最近の驚いたことといえば、シャドーバースでちいかわとコラボするくらいですけどね。ちいかわ正直言って全く知らないんだよ。ただすげえ煽り性能やべえなっては思いましたね。ちいかわは可愛いキャラだけど、なんか規制上げてるようなそんな感じでいいんかね。 マジで全く知らないんだよな。これさっきの部屋か？さっき俺が抜け、なんか勝手に回線切られた、そんな感じの部屋かな。なら、まあ2部屋あるってことか、このお昼でも。なんでまたネオパやってんだよ。ネオパ大好きかい。 てかさっき普通に負けたな。 さらっとボコボコにされてたよね。あそこでボム置かない方が良かったね。いやー、あのチーター、スター渡すだけのチーターかなと思って、酔い越えて目隠したら 逆にやられちゃったからな。あれ、普通にやってるな。まあ、普通にやって、これでチーターと遭遇しなくなったよっていう、そういう終わり方でもいいかな。 それでもいいかもしれないな。いや、8人でやりてえな。さっきの部屋に潜っていってもいいけどな。これ何周目だろうな。2周目か3周目では絶対あるんだよな。まともなレースするか、もうぐちゃぐちゃにされるか、どっちかにしてくれ。頼むわ。9月に入って、ワンピースコラボですか。ちょっとね、ワンピースもね、わかんないんだよね。話が長すぎて終わっちゃったんだよね。あ、これワンピースか。平和なんてなかったんか、このゲームには。ワンピースはあれだな、白ひげのところまでしか知らないな。そう、アニメで見てた。でも白ひげのところしか知らないんだよ、逆に。その白ひげと戦ってる そこら辺、まあ本当に結構名シーンなところだと思うんだけどね。もうそこの内容知っちゃってるから、ネタバレしたら、ああ、あそこねってわかると思うところなんだけどね。そこをアニメで見てたくらいだからな。ラグい部屋なんですかね。まあ相変わらず人はいないということで。キノピオサーキットで出らんのか。ああ。よかった。みんなの希望に添えれて。ああ、いいじゃん。フォーカード。もう、まあでも 今日のサムネどこだろうな。なんか、最後のかわいそうなやつになりそうだな。メタルマリオが低レートの人かな。低レートで、よくわからん人って感じか。あ、これミスったわ。これね、
これは投げてくるのか。いや、前行きます。まあ3位でも多分木野さん出るでしょ、これ。いや、投げてくるかな、これ。全部前ぶっぱか。じゃあ潰させてもらおう。まあ変な名前のやつら2人楽しくやってると、まあチーターではなかったけど、まあそういうゲームなのは変わってなかったということですかね。これちなみにトゲ来たら負けです。キノコでは負けんけどトゲで負けです。ありがとうございました。バックスナ狙った。これちょっと待って、あの二人でキャッキャウフフしてる人たちにも負けるんだけど。緊急の来たら勝てた。それ答え。いやー、やっぱこれがマリオカートなんだよな。マリオカート最高。よし、いい感じに終われた。ありがとう任天堂本体更新ありがとうという動画でした。これからも本体更新、マリオカート7の更新を期待しております。というわけで皆さんも、ね、自分を変えられるよう更新していきましょう。さようなら。